その行く裏に道あり花の山、うん、いずれを行くも知らぬ間に行け、うん、絶対に人と同じことはしてはいけない、全てを知るも秘めて試せっていう、まあ Facebook ですごい反響にあったちょっと投稿なんですけど、吉野先生の見解を教えてほしいんです。これね、千利休がどうだって言われてるのね、はい、あ、分かんないですよ、エビデンスないんだけど、はい、その行く裏に道あり花の山っていずれ行くも知らぬ間に行けって、でもこれねよく使ってるのはね、はい、あれに使ってるの、投資、例えばこっちにいくら株買えとかね、はい、こっちに例えばこういう保険を買えとかね、はい、でみんながやってるのはみんながやるからうまくいかないのよ。だってさ、例えばこの株って値上がりするってみんながわーって買ったら値上がらなくて値下がっちゃう、はい、そうですね。保険もそう、保険ってあれですよ、あの保険ってまあ3種類ありますけど、まあ、保険の話は今日しませんけども、いわゆる投資をするための保険ね、かけといて後で解約して、はい、まあ、それでその差額で儲けるっていう考え方があるんですけども、はい、でもみんな同じこと考えろ、だからそれ言っちゃダメだと、みんなが考えてないことをやると。で例えばそのこの利休が言ったのは、はい、みんながねあっちが花見の道があるんだって、はい、わーって言って混んでるわけよ、いつまで経っても花見に行けないと、はい、でなんか裏道があると、でこっちに誰も行ってないんだけど、こっちはスシ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 っていう、はいね、だからどっち行ってもいいんだけど、いずれも知らぬ間に行けって、そういうこと、はい、これはだから人と同じことするなってこと。でもね大好きなのよ日本人って、みんなと同じことやるの。そうですね、うん、だって僕なんかもさ言わないけど誰とかね、はいがね言うんだもん、だって吉野さ、はい、そんなこと誰もやってないぞお前、恥ずかしくないのかとかって言われるわけよ、はい、恥ずかしくないんだよね、うん、恥ずかしいのってね、やってる人恥ずかしくない。そうですね、うん、例えば志村けんがね、はい、変なおじさんだから変なおじさんってやってるのは見てるこっちが恥ずかしいから面白いわけよ。加トちゃんがちゃんちゃらちゃん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 ってちょっとだけよ本当にあんたも好きねとかってやってるけど、やってる方は楽しいわけ、もう何でもそうなの。そうですね、何でもそうなのよ、恥ずかしいっていうのはだから、うん、見てる人たちが恥ずかしいわけ。なもんでそんなこと誰もやってないよっていうふうに言うんですよ、はい、みんながやってたらみんなと同じになっちゃうでしょ、はい、そうでしょ、はい、だからそこでみんなと違うことをやんなきゃいけないわけ、方法があるわけで、それが肩固めと肩破りって言葉があるのね、うんうん、京先生は空手とか剣道とか柔道とか日本の武道やったことある？柔道と空手はやったことある。だからそう。で、あ、そう、柔道が一番いいよね。大外刈りもさ、はい、実はあれ、型破りなんだよね。最近の技なんですよ。最近だって、明治になってから、はい。柔道だと、そのすり足ってやるじゃないですか。はい、やります。右自然体とか、はい、左肥満体とかさ、あるでしょ。あるでしょ、はい、そう、自然体があるじゃないですか、はい、でこのやってすり足っていうのをこうやってやるじゃないですか、はい、選手を。僕は剣道だけどさ、前でさ1って前にすり足、同じすり足出て2って下がって、はい、で 3って右足って左って、はい、こう L の字型にやるから1、2、3、4って、はい、やるんですよ。1、2、3、1、2、3とかってやるの、はい、もうこの基本動作をもう嫌になるぐらいやらされるわけ。そうでしょ、はい、でそうするともういつの間にかもう1、2、3ってさ言ったらラジオ体操やってるのに、あれとかとこう条件反射でこう剣道の素振りしちゃうぐらいに肩が固めることを肩固めっていう。あ、肩固め、はい、それは別に武道だけじゃなくて、はい、何でもそうね、学問の世界でもそうだし、あの宗教の世界でもそうだし、はい、他のスポーツなんか全部そうだよ、はい、だからそこの肩固めを間違えると大変じゃない、うん、フォーム直すのって。そうですね、だからそのゴルフとかテニスとかなんて道具を使う手がインターフェースなんですよ。ラケットの握り方とか、はい、ゴルフクラブの握り方とかって間違えちゃうと、はい、これで肩が固まっちゃうともう修正するのは大変なわけです、うん、だからまずは肩固めをする。でこの肩を固めて固め抜いたやつっていうのが肩破りって言って、まあ一番有名なのが巴投げですよね。巴投げはできるんだけど小内刈りができないとかさ、ありえないでしょ。だってそうです ね一郎とか王さんとか、はい、ももさんなんかみんなそうなんだけど、もう一本足打法にしてもトルネード投法にしてもみんなそう、これは型破りなんですよ。だから大谷さんが二刀流やるのも型破りなんですよ、はい、でだからそれはね、投げるとか打つとか普及するとかっていうのが全部できてる人間がそれでもなおその上を行くっていう時にやるわけ、はい、で王さんの場合は、王さんってもちろんプロ選手だから背は大きいんだけど、はい、175ぐらいなんだよね。そんなにあのガーンって胃を抜くような巨人じゃないんですけど、はい、その人がホームラン王になろうと思ったら、はい、背を高くすることはできないわけだから、そうですね、体重移動でやるしかない。そうすると一本足打法、王さんもやったわけよね、はい、で一本足で体重を乗せとか左肩こう乗せといてでこっちで打つって言ったら、はい、その代わり一本足で二本足立ってる時 の、 そのバランスが取れなきゃいけない、はい、それを有名なのが心身統一合気道会っていうところに行ってさ、上からぶら下がったこう1センチ四方ぐらいの紙をズバンって日本刀で切るっていうのをもう引きこもって4畳半だったか6畳半だったか忘れちゃいましたけど、はい、ずっとやってると畳に穴が開いちゃう。でそれでこの畳を場所変えて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 、それでもなんか裏返しちゃう。
これでも1ヶ月ぐらいで畳に全部穴が開いちゃうぐらいやって、今度はそのだから一本足でできるっていうのに型を固める。でそれが型破りになる。イチローの振り子打法もそうだし、野球のフォームで言ったら野茂のトルネードもそうでしょ、うん、で今度は選手としてのスタイルっていうのが大谷さんがやった二刀流でしょ、はい、だって誰でも二刀流できるんだったらさ、みんなやるんだもん。みんな最初は二刀流どころか三刀流、四刀流、五刀流なのね。あの優秀な人はピッチャーもできるし打者もできるし、はい、キャッチャーもバインドできたりとか野手も内野手もできるってところが、やっぱプロの世界になっていくとだん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 絞っていくわけよね、はい、で俺は打者だったら誰にも負けない。みんなそうですよね。王さんだったこともピッチャーだったしね、はい、イチローもそうでしょ。4番だったんだけどこれが1番バッターってやっていくと、はい、でこういうのがだから型を固めた人がもう基礎とか基本とかっていうのを徹底してマスターした人が型を破る。でそうするとその人はそんなのみんなやってませんよっていう世界に行っても成功するわけ。ノモもそうだよ、はい、あの近鉄のさ鈴木啓司さんっていう当時の監督がいて300勝勝してる人が、お前のやり方なんかそんなのダメだって、俺はこうやって走って走って基礎固めたのにお前のなんかトレーナーつけたりなんかするのおかしいじゃねえかって、で首だ出てけっつって自由契約の選手になったでしょ。普通はそれでもおしまいよ人生、はい、でも彼はまだ道があるって、メジャーに行くっていう方法があるんです。普通誰も考えないわけよ。そうですね、うん、だからそれでまあ野茂さんは実際それで大活躍をして、はい、本当に超のつく一流になったわけですよね、うん、だから皆さんもみんなと同じっていうのは次元が低いんだったら同じことしてたから、はい、でもその上を行くんだったら自分のオリジナリティとかね、自分の思想とかね、自分の、まあ、体だったら身体能力とかって生かすっていうことを考えないと、まあ、それがだから人の行く裏に道あり花の山、いずれを行くも八らの間に蹴って、まあ琉球が言ったことですけども、はい、まあ私はそれをね言うのに、これをねペラ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 言う人結構俺すげえんだよ。